どうも、エルザです。それでは、アンチャーテッドやっていきたいと思います。そうですね。前回に続き、サリバン、まあ、サリーに手伝ってもらってる感じだね。まあ、2年ぶりの連絡でいきなり手伝いっていうのも。たく、信じられないな。脱獄してお前といる。しかも、イタリアに。ああ、マジでな。もっとのんびりできるんならいいんだけどな。まあな。ここの景色はなかなかのもんだぜ。え？ああ、前にも来たことがあるのか？ああ、まあね、3回ちょっとした仕事でさ。サリバンとか？ああ、そうだ。そうだね、昔来たね。まあ、そんなことより侵入しますか。サリーどうなってるんだろうな。ここからじゃ橋に上がれないな。落ちてしまうね。お、下に梁が見えるな。ロープ届くか。こんなの楽勝だったろ。見てろ。ほら、どうした。あれ、ミスった。ちょっと手首をうまく使えよ。ほらね、2回目ならまあまあだな。そうだね。で、下がって、ふい、今の見た。ああ、まるでプロだね。お次どうぞ。あら、よし、次はどこだ。降りる感じか。で、なあ、あの針使えるんじゃないか。ああ、そうだな。場所を変わろう。俺を乗り越えろ。捕まっとく。よし。へい。よし、行くぞ。一発だ。はいはい、自慢すんなって。いいぞ、小犬さん。そこから下に降りればこっちへ来られそうだぞ。今行くよ。ほう、こっちは降りていくのか。待て、ロープを使えばって感じかな。おい、いやー、まあ全然問題なさそうだね。Inghilterra, traditore.Ehi, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. よし、いいぞ。流暢だったね。下っ端のくせにすごい装備だったぞ。こっちは丸腰。計画通りにやれば銃なんかいらないって。だといいけどな。無所の中じゃな。当たり前のことが恋しくなる。例えば新鮮なシトラスの香りとか。バイクに乗るとか。くだらないけど恋しくなる。くだらないけどね、まあ、当たり前が一番よね。いけそうだ。さあ、長押しで下がるだけ下がって、ほっ、いいぞ、降りてこい。さて、これで降りれば OK。 着地ってこんなに痛かったっけ。年ってやつだ。それで
お前の冒険の話、まだあるだろ。写真ぐらいないのか。写真？写真は全部家だよ。ないんだよ。エレナが撮影したけど、カメラが壊れて。もったいない。でも絵なら描いた。家に帰ったら見せるよ。お前が絵だって？冷蔵庫にでも貼ってんのか。おい、結構出来いいんだぞ。楽しみ。さあ、そんなのいいから次。これ上か。さあ、ただ今回麻薬王が相手でだいぶタッチ悪いね。麻薬王だけで済めばいいけど。こりゃ安全そうだ。どう見ても不安定って感じだ。くそ。大丈夫か。ああ、なんとかね。さて、さらに。ほう。やっぱそうだよね。かっこ悪いな。ああ、そうだな。俺はミスらない。まあ、どっちかというと不倫のせいだったしね、今回に関して言えばね。前回か。ってことはまた出てくる可能性があるという感じか。手を貸せ。よし、サンキュー。姉さん、姉さん。何？ああ、オッケー。大丈夫？うん。どうだ？着飾った悪党みたい。行こう。よし、先に行け。サリー。ガロツキ殿のパーティーってのはたまんないね。なんで？おお。どうやって浮気が増えちゃうんだろう。久しぶり。元気にしてたか。いや、相変わらずサリーはかっこいいね。オーデル、生き返った兄貴。サリーは、こりゃたまげたね。15年か。ああ。無事でよかった。うん。それじゃ、十字架をいただいてサムを救おうぜ。うん、それが、ちょっとな。何？どうしたんだ？来い、見りゃわかる。うん、あれだ。あの十字架がなんで？ついさっき保管庫からじゃじゃーんとお出まし。順番を変えやがった。誰かが大金でも積んだんだろう。入札まであとどれくらいある？10分か15分ってとこだ。なんとか盗み出さないと。こんだけ人がいるとこでやったらすぐに落ちる。ああ、まあな。けど気をそらしゃいいんだろ。え？例えばパッと浮かばないけど。なんとかなるさ。十字架に近づくの見られてもしてみろ。見られなかったらなあ。無所にいた時のことを思い出せ。悪さをする時は決まって暗くなる。消灯時間。消灯時間。そっか。でも電源室なんてどこにあるんだ。通気口に電気。ここだな。それじゃあこれで電気を消して。堂々と盗む。非常用電源はどうすんだ。ってことはほんの数秒間しかないってことか。十字架のすぐそばで待ってなきゃ無理だろうな。怪しすぎてすぐ捕まっちゃうんじゃないの。スクザーティ、スニョーレ。アンティパスティ。いや、いいよ。いや、元気？チャオン。おい、サム。ウェイターならいける。
そりゃいいね。うん。うん、それだ。よし、俺が電源室で電気を消す。俺はウェイター。盗みはプロだろ。サリーはホールで十字架を見張ってて、何かあったら頼むぜな。よし来た。いいか、絶対にうまくいく。行くぞ。ああ、ほんじゃお前ら張り切っていくぞ。サリーは全然変わってないな。どうも、これは禁酒のおかげだな。失礼。マジ？んなわけあるか。ギャグだよ。らしいね。さあ、で？で、それはどこにある？まずそれなんだよな。とりあえず降りていくか。いやー、でもサリーかっこよかったね。相変わらずっていう感じやな。ワインセラーのドアだ。行こう。やっぱ BGM はダサいテクスだよね。悪いね。さあ、ああ、あるね。来たぞ。よし、やるか。やっぱ開かないね。おい、さっきも開いてたぞ。なんとか開けられないか。ダメ、電子ロックだ。そんじゃ他の方法。見たか、キーカード、ケツのポッケ。ああ、任せろ。おい、待て待て、ここでやるのか。人が多すぎるだろ。ささっと抜き取るだけだろ。はいはい。さあ、どうやって？うん、さすが。まだ何もしてないって。ああ、知ってる。こうやってある程度距離を保ってじーっていう感じか。くそ、むずそうだね。手伝ってほしい。今のはほら、ウォームアップだね。だよな。なあ、昔みたいにやるのはどうだ。俺がちょっかい出してお前が取るな。あ、よし、いいぞ。まあ、チームプレイしないとね。まあ、会話の掴み方もうまいね。感動しちゃったよ。OK。ほんじゃ、本番行くぞ。これつけてけよ。最高。最近のやね。あんだけ無線無線って前言ってたのね。すごいね。ハイテクになってる。
お、手を挙げて。はい、ビクター。ナディーンちゃん、会いたかったぜ。今回は私の勝ちだね。本物だったら今頃天国ってか。見違えちまって気づかなかったよ。そう、わかるでしょ。おめかしも仕事の一部なの。たまにはね。決まってるじゃないか。君には負ける。こういうとこ苦手。英語がわかる人と会えて少しホッとした。アメリカ人でもね。アメリカなまりは好みじゃないの。バーに行くけど何か飲む？スコッチよ、スコッチ。相変わらずね。ネイト、聞いてたか？聞いてたよ、お姉ちゃんとイチャついてんのをね。しかもあのナディーン・ロスと来たもんだ。ナディーン・ロス、あの傭兵会社のリーダーか。なんだっけ？しょうがないんだ。それだ、サリー、揉めてたよな。それ以上だな。でも根に持つタイプじゃなくて助かったぜ。準備いいぞ。よし、そろそろ行くよ。サリーも気をつけてな。ありがとう。いいか。ああ、行こう。まずはウェイターがいそうな場所を探さないと。厨房から一人おびき出すのは。じゃ、厨房に行ってみるか。さあ、本格的に。これ一体何人分の食料だよ。進める感じやね。さあ、お仕事と行きますか。いるね。いや、銃を持ったやつらばっかだ。こりゃどういうこった。見取り図には載ってなかった。ということは隠し通路があるのか。開かない。ダメだな。他の手を考えよう。まあそりゃね、簡単に盗めるようにはしてないだろうね。おお、いいな、この坂だるいいな。あそこに通気口があるな。あるね。こうなんだろうね。はい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 。どれどれ。あ、こっちね。それじゃあ電気つけるぞ。ここは電気が。懐中電灯、それもあり。ライトね、ライターか。タバコ吸うやつがいると何かと便利だな。体力、タバコ吸わないもんね。匂いだけでちょっといい気分になってきたぜ。運転はサリーだな。樽の裏から入れるとか。ヴィンテージワインだらけだな。これいいな、ワインいいな。なあ、おい、サリバンはナディーンと話してて大丈夫なのか。ほら、あいつの舞台はヤバいって話だぞ。サリーなら心配ない。口だけは達者だからな。いやでも、いいお酒飲むとさ、ほんとわかるけど、シャンパンにしてもなんだけど、ほんと次の日残らないからね。それがいいよね。こっちだ。さあ、これ引く感じか。兵器手伝わなくてもいいぞ。俺はライター役だ。ライターね。あら、まだこっち。ああ、ここね。はい。ちょっと、アイテムはあることはないね。オーケー、登るぞ。やったね。思ってたより狭いな。埃っぽい。そりゃあね。くそ、
Cosa portiamo a quell'odioso miliardario tedesco? Quello con il parrucchino e quella roba sul naso. Portali. Tanto non capirebbe la differenza. ウェイターがたくさんいるね。あー、これがどこに抜けるかだよね。くそ。はいはい。おお、すげえ、外してる。いや、そういうわけじゃない。よし。で、そっちがし。なるほど。やっとかよ。Dove diavolo si procurano tutta questa roba? Sono pezzi rubati ai ricercatori。でも見張りがだいぶ慌ててたね。なんかあったかな。新鮮な空気を吸えるぜ。そうだね。もうスーツ着てるけども明らかにおかしいからね、格好的にね。見られただけでちょっとバレるだろうね。どういうこと。あれを見ろ、あの電波塔がある建物。あれは基地局だ。何、まああれが禁煙室だみたいだな。まずはこの門を越えないと。越えるにはサム、こっちだ、押してやる。よし、重くなくてよかった、大丈夫か。サリ、ワインセラーから出たぞ。電源室に向かう。そっちは。おい、サリー。きっと電波が悪いんだろう。無事だといいけど。リンゴ、キッチンだ。やっぱ閉まってるよな。これか。見ろ。ここを登れば厨房に入れるかも。よし、やってみよう。持ち上げるからはしごを下ろすんだ。はいはい。よし。どうだ。あ、いた。ボナセラ。ま、che sta facendo？綺麗な一回転やね。パンツ一丁で起きるだけだ。経験あんだろう。だな。俺はこれを着る。お前も探せ。よし。オッケー。電源室に行こう。髪型もちょっと似てたからね。さあ。サム、どうだ。ああ、このズボンちょっと細すぎないか。それが最近の流行りなんだよ。マジ？似合うわけだ。鏡見て言ってんのか？タグ。じゃあ俺はこれからホールに戻るで。サム、どうした？あら？サム？サリー？最高。これじゃない。あそこら辺登っていくのは間違いないんだけど。この辺りなんか登れそうなところはあるかな。まあこれだよね、まずね。で、ああ、さらにこれか。ダメだよね、もうこれ見たら登れるっていう感覚もさなかなかやなと思うけど。みんな聞こえてるか。そろそろ電源室だ。もうすぐ着く多分。でも傭兵がいるってことはさ、ちょっとなんか怪しいよね。
状況的に。なんか嫌な感じがするな。他に狙ってるやつがいるってことか。そこの下。あ、くそ。それでよく無事だったね。無事なもんか。いや、1ヶ月は身動き取れなくてよ。あの馬は平気だった？人参積んでてラッキーだったぜ。知り合いでもいた？いや、気のせい気のせい。あんたのパートナーにはいつ会えるんだい？ドレイク？そりゃ元パートナーだ、うん、近頃はずっと一人様だよ。奴はいない。うん、それは死んだってこと？いや、引退したよ、うん、足を洗って結婚したってさ、うん、そりゃ死んだも同然だな。ビクター・サリバン、久しぶり。レイフ、いつ以来だっけ？10年ぶり？12年？レイフ、15年来てたのか。すごいな、愛も変わらず。俺たちは死人のガラクタを奪い合っている。そうか、親の仕事を手伝ってるんじゃないのか？親から継いで、今はそっちが本業だ。随分出世したもんだね。出品されてるもの全部買い占められるんじゃないか？ああ、まあな。でもそんなのつまらない。俺が興味があるのはいいものだけど、うん、でかい山さ。今夜は何を狙ってる？お前と競り合いはごめんだな。でもここだけの話、品物の順番が変わってる、うん、これは誰かが裏で手引いてるんじゃないか？ここにいる連中はみんなずるして金持ちになった。だからこういう場所では助け合える仲間が必要なの。なあ、こんなこと言いたくないが、アメリカ人の手下になったのか？違う、手を組んだんだよ。なるほど、最強カップルだな。まもなく次のオークションを開始いたします。次のアイテムはトロット邸の木製の十字架です。そんじゃ、おじゃま虫は消えるぜ。あとは二人でごゆっくり。ちょっと待て、サリバン。なんで知ってる？知ってる？それ何の話だ、レイフ。ナディーン、お前さんのパートナー酔っ払ってるんじゃないか？ごまかすな、ジジイ。どうやって潜り込んだか知らないが、もしあんたが十字架を狙ってるなら生きて帰れると思うね。あんたを死体袋に入れて。ま、そういうことだ。そんじゃ失礼するよ、ネイト。ネイト、どこを突き歩いてんだ。よし、電源室やるか。いやー、やっぱりなんかあると思ったら案の定だったね。これいけるのか、反対側。ほい。なんで電源室を選んだんだか。そうだね。仕方ない、ゲーム上。そういう役回りやから。まあでも姉さんからするとこういうところの方がね、スリルがあって多分ちょうどいいだろう。よし、開いて、あ、反対側か。あ、まあまあ、でもどっちみち裏返ってって感じだね。で、こっち、いやー、動き方細けえなー。ほんと前と違うよね、この辺りの動き方はね。
あ、危なっ。いや、こんなガタガタ落としてたらバレるって。あっちも来たね。Speriamo di non dover cambiare altri fusibili del cazzo stasera. Direi che questa sera può bastare. Ma che diavolo? Pronto? Che dai, va a snagare. 無線がなんかうまいこと繋がってないという感じか。よし、いいぞ。で、ブレーカーはどこにあるんだ？ブレーカーの前に、まあ特にないか。くそ、今回ちょっとレイフは。聞こえる？どこを突き歩いてたんだ？着いたぞ。かなりヤバかったけどな。とにかく電気消すなら大チャンス到来だ。パネルに近づくにはもうちょい時間が欲しい。そんなことしてる間にレイフが十字架せり落としちまうぞ。え、何？レイフ？レイフがここに？ああ、あのレイフだ。しかも今んとこ最高値をつけてやがる。なら整理かて。無茶言うな。どこにそんな金あんだ？どうせ最後は盗むだろ。レイフに見抜かれたな。大丈夫。9万ユーロ、他にお声はありませんか？十字架が手に入らなかったら俺は死んだも当然だ。でも落札したら違う意味でおしまいだ。少し時間稼ぎしてほしいだけだ。もう一度確認いたします。信じて。いらっしゃいますか？よろしいですね。たく、札が上がりました。現在10万ユーロです。ありがとうございます。他にいらっしゃいますか？札が上がりました。現在11万ユーロです。こうなれとことん付き合うよ。札が上がります。大丈夫、なんとかするって。頼むぜ。オッケー。ほんと頼むよ。札が上がりまして13万ユーロです。ない。これじゃない。ただいま14万ユーロです。これはない。こちらの男性ありがとうございます。こっちは15万ユーロとなりました。あるだろう。頼むよ。おいおい、何のんびりしてんだ。探してる探してる。他にお声はありませんか？いいぞ。あった、バール。そちらの男性17万ユーロですね。さあ壊れる。ああ、来た来た来た。さすがバール。札が上がりまして19万ユーロとなりました。じゃあ19万ユーロでいつでもいいぞ。フィニッシュだね。ジョイマチ。そちらの男性、提示額は20万ユーロです。50万ユーロだ。さっさと決めるぞ。ありがとうございます。50万ユーロという提示額が出ました。入札を続けますか？ヒヤヒヤしたじゃないか、サリバン。あんたを殺すとこだ。そんじゃ、あのバカの投げっ面拝見といくか。いらっしゃいませんか？いらっしゃいませんね。それでは決まりました。50万ユーロです。皆様どうかご安心ください。非常電源がすぐに入ります。ないぞ。よけ、道を開けろ。離すな。おい、そいつを止めろ。フェルモ、何やってんだ。逃がしやがって。言葉分かってんのスパリッシュ。サム、静か取ったか。逃げるが勝ち。拝むか。いい感じで大騒ぎになっちゃってるぜ。拝みたくはないね。警備もバッタバタ。おい、サリバン、車はどこだ？正面の道まで来い。一番明るい場所だ。そこで待ってるよ。一番明るい場所か。船はあるね。いやー、相変わらずでしたな。あー、ごめんなさい。左だったね。サム、さ、十字架取ったか。逃げるが勝ち。もう一回行こう。いい感じで大騒ぎになっちゃってるぜ。ホールは封鎖、警備もバッタバタ。おい、サリバン、車はどこだ？
正面の道まで来い。一番明るい場所だ。そこで待ってるよ。さ、こっち。はい、一発成功。敵が怪しむ。ん？はいはい。見つからないようにする？はぁ、マジで？そんなステルス要素ついてんの？はぁ、すげえ。あ、ちょっとね、ごめんね。下だね。ね、降りて、降りていくか。いや、これ以上降りたら多分。危ないね。よしよしよし。こんな感じかな。一番上落としたいね。気持ち的には。超邪魔やもん。ああ、でもいけないか、さすがに。なら銃を持ってくれよかった。ほんとだよ、いらないって言ったの自分なんだけどね。ここでいいのかな。あー、ちょっと待ってー、待て待て待て。ことなら銃を持ってくれよかった。さっきの場所のあれは予定外。まあ、バレてもそんなすぐっていうわけではないみたいだしね。はい、結構普通にいけるっていうね。見晴らしのいい場所に登るか。Merda! Se riescono a svegliarsela, non ce la faranno. Li troveremo e li riempiremo di buchi. Ma sappiamo cosa fare. Resta concentrato.おい、すまんな。おい、姉さん、調子は？移動中、登って場所を確認する。よし、後でな。高い場所はこっちか。ほんとストレスセルスか。ほんと強くなったね。いい車の音がしてる。あそこがホール。車は正面だ。じゃあ、あそこに向かうか。
どう行くのが一番いいんだろうね。さあ一旦侵入成功。もう平気だ。顔も見られてない。深呼吸して華麗に脱出だ。さあうまくいくかな。なんか光った気がするけど、ああまあいいや普通に割ってしまった。おっと失礼。ここは立ち入り禁止。お互い様、コシオ、二人の秘密にどう？あなたすごく素敵なもの持っているわね。マジ？いや、その悪いんだけど、俺ってば奥さんいるんだよね。ってことでごめん。隠し通せるとで十字架像を渡してお嬢さん、俺が紳士でよかったな。出なきゃ。なあ。そうかい。あんまり気が乗らないけど。かかっても。傭兵のリーダーって言ってたからね。来なよ。動きか。そう。残念。今のはわざとサービス。はあ、痛い痛い痛い。激しいね。さあ来な。お宝をよこしな。あんたのじゃない。ここのお宝は全部盗品って知ってた？博物館のね。触る男だ。いて。ちょい待ち。まだ時差ボケなんだって。今回は引き分けでどう？ダメ。そうはいかない。いやだいぶ強いよ。いや強いね。あくそ。観念した。まだ生意気な口聞くつもり。マッサージ下手だな。マッサージ下手って言われない。背中がかなり痛むんだけど。わかった、待てって。後ろのポケットだよ。どこにある？待て、どうだ。おお、結果ね。はあ、危ない危ない。よし、準備はいいぞ。どこにいんだ？ちょうどナディーンとお別れしたとこだ。彼女最高。そうか、こっちはやばいことになってる。みんなパニックしまってひっちゃかめっちゃから。二人とも急げ、早く来いよ。はいはい。さあ、どうだ。さあな、そっちは？ホールの近くだ。途中の丸い看板みたいなのを探せ。丸い看板、よし。銃を手に入れてやったぞ。あとでな。丸い看板、あれのことか。はい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 、それで。ほい。やべえ。ラッシュ、スペシャル、何してんだ。見りゃ分かんだろ。姉さん、受け取れ。おお、マジで？ナイスキャッチ。ナイスキャッチ。ねえ、どう？はい、ヘッドショー。いい腕してんな。平気か？ああ、なんとかな。平気ではないな。そっちには行けそうにない。降りられるか？ああ、多分な。よし、じゃあ車で待ってるぞ。ホールへ向かうんだ。分かった、後で。
これでなんとかだね。こっちも立ち往生だ。どうすりゃいい。ホールを抜けるのが手っ取り早いぞ。封鎖されてるんだろ。いや、でもお前らと分かって解除したみたいだ。じゃあホールに行くか。いいな姉さん。あ、分かった。やべ、全然聞いてなかった。降りてどうこうって感じではなさそうだよね。はい、まず一人、あっち側かな、行くならそんな感じだよね。丁寧に草むらあるし。ヘッドショット一発じゃないってなかなかやばい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 。痛い。どういうことだ。ライト眩しいねお兄さん。はい、いや眩しいよライトが。さあバレてしまったけど、どんどん行こう。ああライトは壊せないんだね。よし、それが分かっただけいいかな。いやー、なんか前の作品の癖でリロードをさあ、LR 押すんだよね。あそこか、こっちだね。まあまあちょっと余計に打ち合いになってしまったけど、よし、もう少しでホールだ。姉さん、身動きが取れない。手を貸してくれ。サム、待ってろ。いいね。サムが危ないか。あとどこ？そっちか。よしよしよし。で、どこどこ？どこどこ？あ、あった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 。嘘でしょ？待って待って、今のバツボタンの意味は。
いやさすがと言っていい感じやね。相変わらずやな、このゲームもね。よし、オッケー。行くぞ。おい、死んじゃう。何やってんだ、レイさん。よ、元気？もうオークションはコリゴリだぜ。だな、もう真っ暗。わかった、行くぞ。ああ、ショットガンだったね。負け。はい、ちょっとそれよこしてね。はい、いいの持ってん。じゃん、ええと、横にいる。サム、こっちだ。ハリー、もうこれ以上待てないぞ。あ、曲がってるって、もうすぐだ。どこどこどこ。やるグレネード、よしよし、逃げよう逃げよう逃げよう。
ドライブテクやね。よし、地獄に落ちなきゃいいが。くそ。なんだ。体は？な、ああくそ、やられた。さすが兄弟。よし、ドクロマーク、いい感じだ。エイブリーの印だ。俺は？オディエメクムエリスインパラディソ。何時我と楽園にあるし。俺はキリストが聖ディスマスにかけた言葉だ。だな。でもこの数字は何だと思う？何かの暗号か。電話番号？いいか。西暦さ。え？ほら。1659。エイブリーの生まれた年か。1699。ときたら死んだ年だ。資料によればそうだな。ってことは生まれた年、死んだ年、それに楽園、エイブリーの墓を探せってことか。聖ディスマス大聖堂。ちょっと待て、あそこはレイフが散々探したんじゃないのか。ああ、大聖堂をね。シンボルを見ろよ、うん、これはスコットランドの古い墓石にあるやつだ。だろ。で、こっち、ここの設計は変わってる。うん、ここが大聖堂。でも墓地はこんなに離れてる。レイフは的外れだったってわけか。その通り。よし、スコットランドに行こう。まあまあ、ちょっと待てって。当然レイフが待ち構えてるだろう。それはついてから考えればいい。のこのこ出て行ったらあいつを喜ばすだけだぞ。しかもナディーンと傭兵部隊までお待ちかねだ。でも奴はこれを持ってない。海賊史上最大のお宝が目の前にあるんだぞ。サムを救うためじゃなかったのか。そうさ、でも同じことだろ。サムを救うためには財宝がいるんだ。エレナにはなんて言うんだ。おいおい、まったく。いや、そんな単純じゃない。いいか、ずっと二人で冒険してきたんだろ。これは理解しないさ。もっとあの子を信用してやれ。リスクが大きすぎる。サリバンの言う通りだ。状況が変わった。レイフが関わってる。ここからは俺一人で大丈夫だよ。そうか、貴重な意見をありがとう。悪いね。もしもし、俺だ。何か言いたいことでも？なあ、その大変だったことは分かってる。無所で何年も気の毒だったと思ってるさ、うん、でもネイトのせいじゃない。そんなこと言ってないさ。足を洗うのには随分時間がかかった。脅しちゃいない。自分で選んだ。こうなる運命だったんだよ。本気で言ってんのか。あんたはなんでここに。俺はあいつの子守役ってとこさ。いや、数週間で帰る。うん、もちろん。OK、愛してるよ。じゃ、エレナには仕事がちょっと長引いたって言っといたよ。嘘は言ってないだろ。だろ。ほら、どうする。サムを助けてやろうぜ。ま、スコットランドでちょっくら観光でもしたいと思ってたところだ。おい、レイフは派手にやってんな。大聖堂にかかりっきりってとこみたいだ。ってことは墓地は俺たちで独り占めできる、はあ、サリー。ああ、準備 OK だ。よしネイト、頑張れよ。な、来ないのか。いや、ほらエスカレーターがありゃついていくんだけど。わかった、すぐ戻る。おいネイト。え、なんだ、
カピカなやつを楽しみにしてるよ。任せとけ。よし、エイブリー船長にご挨拶と行くわ。チャプター8、ヘンリー・エイブリーの墓と。ということでやっていきますか。ということで今回ここまでにしたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いいたします。懸賞金もかかってたし隠れられる。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。